こんにちは、みえです。じゃん。今日はアイスまんじゅう。イエーイ。これは普通のアイスまんじゅうじゃなくて、多分普通のって言ったら、なんだっけ、あんこが入ったやつだと思うけど、これはあんの芋が入ってるらしいので、でこれ普通の食べ方じゃなくて、このまま食べるんじゃなくて、なんかこの あんこ小豆が入ったやつをレンジでチンすると、汁粉みたいな感じになるって聞いたことがあるので、それはなんかマツコのやつか、なんか知らないで、今回これでなんか美味しくなるかなと思って、ちょっとチンして、寒いしチンして食べたいと思います。じゃあちょっとチンしてきます。さあ、チンした結果、すごいなんかめっちゃいい匂いする。これいいかも。こんな感じでめっちゃ黄色いけど、すごいもうどんどん溶けてたから、これ美味しいかも。じゃあいただきます。うん、甘、激甘。あ、でもめっちゃ美味しい。でも多分これにちょっと、よいしょ、じゃん。牛乳をちょっと入れると多分もっと美味しくなるんじゃないかと。ちょっと入れます。さっきのは甘すぎたんで、あー美味しい。これいける、これ大正解。これやった方がいいと思う、うん、あ、幸せ。やっぱアイスも美味しいんやろうけど、なんか寒い時期は、いやで牛乳入れるとちょっと冷たくなっちゃうから、解凍っていうかスープみたいにするときに牛乳入れて、そのアイスと牛乳入れてチンするともう最高に温まる、なんだろう、おやつになるのかな。めっちゃ美味しいこれ。大成功でした。イエーイ。ではまたね、バイバイ。